です。もう姉ちゃん、姉ちゃん行きます。ごめんごめん、頭だけで行くのか。はいはいはい、カタカタチ、もう一回言って。カタタカチ、B-I-N-G-O B-I-N-G-O B-I-N-G-O のビンゴは可愛いね。それ何の歌か知っとる？知っとる。どんどん聞いてくやつやろ。I-N-G-O I-N-G-O I-N-G-O のビンゴは可愛い。だから最後はもう何も言わへんの。E-Y-N-G-O E-Y-N-G-O E-Y-N-G-O のビンゴは可愛いね。ちなみにビンゴ可愛いって言ってるけど、ビンゴって何か知ってる？犬やろ。あやはやチャンネル。あやです。はいです。かなれ。今日は。今日は。はい、動画を撮り始める寸前に喧嘩しました。まあまあまあ、かのさんのわがままなんですけど。さあ、あなたたち11月大きなイベントがあります。覚えてますか？いい夫婦の日。そう。そういい夫婦の日。いい夫婦の日。他には？なかったっけ？なかった。パパの誕生日。はい、そうです。さあ、ということでパパになんかね、誕生日をやってあげたいんですよ。私私、はい、風船。何？風船。風船あげるの？風船飾りたい。あ、風船飾る。なるほど。他には何かありますか？次お姉ちゃん。ネクタイ。ネクタイ。パパネクタイしたこと見たことありますか？ないです。はい。はい、パパの誕生日のケーキは、チョコレートケーキ。それはあなたが食べたいだけでしょ。え、違うわ、パパにもでしょ。他には、え、はい、どうぞ。パンツ。あ、パンツ、あ、パンツね。パパね、あの愛用のパンツがありまして、海外から輸入して履いてます。で、最近ね、また新しいの買ったので多分いらないと思います。他には、あ、はいはい、はい、あ、ちょっと待って、これまず、カノさん、何？パパの誕生日のケーキは、もう、やっぱりいちごの、ママの大好きないちごケーキのゼリー。いちごケーキのゼリーっていう時点でケーキではないですね。じゃあ、はい、お姉ちゃん。靴下。靴下、あ、靴下も実は、あのパパね、あの好きなのがあって、多分まだあると思います。あ、私。じゃあ、あの逆にパパに何かをしてあげたいっていうものありますか？はい、私です。何あるの？カタカタチ。もう一回、もう一回言って。カタタカチ。もう一回。カタカタキ。なんかどんどん違ってくるけど、カタタタキね。脱毛クリーム。あやさんは、あのパパのすね毛をトゥルントゥルンにしたいって言ってました。いや、嫌がらせ。なんでかって言ったら、あの最近ね、パパの嫌がらせが多いんだよね。あの昨日もさ、あのあやさんが何気なしにトイレ降りてったら、夜、あの戻ってきたらベッドで出てパパが対応してたっていうね。気持ち悪すぎる。はいはいはい、なのでちょっと仕返しをしたいって言ってました。はいはい、あ、私、あ、それもあの片足だけやったけど、聞いてよ、あのさ、40代のおじさんが片足だけ毛がなかったこと想像して、やばくない？最悪や。それ自分の親だよ。ペロンって見せたら片方だけ毛がない。嫌じゃない？やめとくよ。何やって今のシーズン冬やでさ、ジッパン入ってる。私はパパにお水の風船をパパに投げる。だそうです。水風船をパパにぶつけるもうちょっとさ、あの一応ね、パパ誕生日なんで、パパの喜ぶことをしたいんですよ。ここで4人で誰が一番パパのことを分かっているかっていうプレゼントを選びたいと思います。去年とか前はパパガメコさんね、服につけて臭いからって服プレゼントしたりとかしましたけど、今年はパパの好きそうなデザートを買ってきて、パパに一つずつどうぞってプレゼントします。いいですか？で、それで、はや、かの、あや、ママの選んだデザートの中でどれを選ぶかっていうのをやりたいと思います。まあ、パパを出しにしたね、あの競争をやりたいと思います。ママ一番だよね。だからパパはきっとママのを選んでくれるはずなんですよ。でも誰が誰のかって言わないの。パパには並んだ後にどれがパパ一番好きって聞くから、それを選んだ人の勝ち。はい。で、このままではあなたたちやる気出ないでしょ。はい。なので、そういうのかけるの。本当はダメなんだけど、選ばれた人にはなんとシャンメリー2本プレゼントします。ああ。はい、やる気出るか。はい。
多分シャンメリー飲めないので、なんか違うジュースをプレゼントします。お菓子でもいいよ。さあやっていきたいと思います。はい、レッツゴー。いやいや、くっつけたくない。今月は何でした？パパの誕生日。はい、ということで今回子供のお小遣いで買える範囲で買いました。はい、はい、それを見せていきます。で、それの中からパパが一番欲しいものを取ってください。いいですか？カナさんはちゃんと座ってくださいね。はい、じゃあいきます。1つ目ツインシュ。いいよい。はい、2つ目唐、はい、揚げ。え、唐揚げ味噌串カツです。いないこれ、まあ、お昼お昼近いから食べたいですね。おい、ただ食べます。はい、3つ目チーズ。はい、チーズです。いいね、酒のつまみか。酒のつまみ。4つ目コーヒーゼリー。この中で一つこれが一番嬉しいなっていうものを選んでください。いきますよ。選べへん、こんなの。パパじゃダメだよ、パパだよ選ぶの。いきます、せーの。せーの、これ。おお。はい、じゃあいきます。じゃあ4人で買ってきたんですけど、誰がどれを選んだと思いますか？間違えられるな、これな。あやさん、はい、わかりました。はい、カノさん。カノさん、あ、はい、これママ。なるほど。あ、これ姉ちゃんよ。これはや。なるほど。何？違うの？違う、姉ちゃんはこれで、これはママで、これはママで。カノさん、正解言ってください。これ誰が選びましたか？姉ちゃん。これ誰が選びましたか？ママ。違うわ、これや。カノさん、これママ、これ。おい、うん言うなよ。これは、はや、これはね、買っとるところね、パパに見られたって多分それで分かってる。はい、あやさん、おめでとうございます。はい、ありがとうございます。おめでとうございます。はい、どういう企画やそれ。食べていいのこれ？おめでとう。はい、じゃあ、はい、お誕生日おめでとう。昨日ママの部屋で寝とったよね。は？昨日ママの部屋で寝とったよね。誰が？おやが。いつ？聞きに行った時に、あーなんかあったかそうなと思って寝るつもりなかったけど寝とって、で、もうあの今日に雇って呼び出てもちょっと待って、それさ、私さ、はい、ありがとうございます。重大なこと分かっとる？ママが選んだの選べんかったよね、パパ。いや、知っとったよ。分かっとる？じゃないだろ。違う、なんか、おい、おい、おい、お前が、お前が一番混乱させたんだ。はい。はい、ということで今回のパパの誕生日企画終わります。バイバーイ。バイバーイ。